王道大みな、後五年七月十八日は、中国の新代の政治家、自和重宏。精神及び、闘神に仕え、彼の働きによって、老や王子は、陸朝時代の南朝を代表する名門貴族となった。王蘭の孫で、王妻の子、王越、王静、王公、王京、王将、王海などの父、闘神の大将軍王とはいとこ、 初夏の王義氏は言位に当たる。精神時代は、老や大芝英に使え、近い将来に進むが滅びることを予測し、落葉から健康に移るように進言し、307年に健康に移った。英華の乱が起こり、龍煙の立てた官によって精神は攻撃を受ける。龍煙の後を継いだ龍僧は、落葉を攻め落とし、 懐ところは捕らえられ、進むの皇族の大半は殺されてしまう。健康元年に、懐ところが殺されると、長安に落ち延びた芝行が即位するがありうように攻められ、健康四年に捕らえられ一族諸も翌年に殺されてしまう。その最高難に逃れており、これらの災難から逃れることができた数少ない皇族の一人である芝絵は、建武元年に、 王道の貢献で元御門として即位する。これが、闘神の始まりである。王道は、闘神の最小として、小久し、画順、稀仙、スケ、弁壺、諸葛会、官方、各白などの人材を元御門に推薦した。106条と呼ばれるこれら104人の族官たちは、河北から逃れてきた貴族と高南の豪族とで構成されており、王道は、 利害の異なるこれらの人々を配下に集めることで、彼らの対立を取りまとめ、これによって、闘神の政権基盤を安定させようと考えた。一方、いとこの応答に兵を与えて、超高中流域を制圧することに成功する。しかし、原定は、政治、軍事の両面で、老や王子の存在が大きくなることを警戒するようになり、流海、京羅を徴用して、 王道の政治力を排除しようとした。英正元年、大将軍となっていた王頓は、元帝のこのような動きに不満を持ち、劉海、京の打倒を名目に、武将で挙兵した。この時、首都建港にいた王道は、劉海により反乱者の同族として処刑されかけるが、衆議の取りなしによりことなきを得ている。同年、玄帝は死去して明帝が即位し、 大野安氏2年に蘇春らによって、王頓の反乱は鎮圧されるが、王道は失脚することなく、政治を取り続けた。大野安氏3年、明帝が死去し、政帝が即位すると、王道は首都として、中所令の助と共に政治を任されることになった。政帝の外籍であった助は、当時王道をしのぐ権勢を誇り、北来の貴族と高難度着の豪族との間の、 バランスを重視する王道の政治方針に変えて厳格な法治主義によって皇帝の権威を強化しようと考えるが、寛は2年、蘇春が助田党を名目に反乱を起こす事態を招いてしまう。寛は4年に、当官、帰館らによって反乱が鎮圧されると、助は中書令を辞して地方に鎮したので、再び王道が単独で政治を取ることになった。後に助は、 王道の姿勢が観光すぎるとして、拒兵して王道を敗そうと考えたが、機関の賛同が得られず拒兵を思いとどまった。ある者がそのことを王道に伝えたが、王道は自分と助は国家のために幽令を共にしている。だからもし彼が自分を不意不中の者として攻めて来るのなら、自分は潔く、過を自して隠居しよう。何も恐れることはないと語ったという。皆、 後5年に64歳で死去し、上昇を追贈された。後世当身の漢文帝が、既得の際に、前兆を迫ろうとした漢音に対し、諸葛亮や王道のようになれと皇帝を補佐した、中心として、引き合いに出したという。史実菅巻、第96。ありがとうございます。